信仰では本語りというか、えー、いや僕はね夏目漱石文学論これねいやあのすごいのはなんかだからね、えー、だからなんていうのかこの夏目漱石ってやっぱり最初は文学論を作ろうと思ってそれで途中、まあ、挫折したっていう説もあるんですけどまあなんか小説家になり始めたんですけどだからあの我々の立場から言とやっぱり、えー、認知科学とか脳科学とかあるいは意識の現象学なんかはもうすでに夏目漱石の 視野に入ってんですよね。なんでね。あのある意味。じゃあ、夏目漱石の小説は応用認知科学応用意識の現象学みたいなところあると思うんですけど、本当に素晴らしい人ですね。だからまあ学者さんなんだけど、まあそこの部分では賢かったんだけど、やっぱり文学を書く上ではやっぱりアホじゃないといけないっていうところがあってね。ですから、あのまあ、夏目漱石の文学論ってのは、そういう意味においてはこんな賢い人が。 小坊、まあ、ちゃんなんかもそうですし我が家は猫であるもそうですけどああいうなんかアホになるというかいい意味でこのものすごい賢さとものすごい、まあ、アホなところっていうのが、まあ、漱石の特徴なのかなと思いいいます。あの文学論とてもいい本でございます。